コンポーネントコーナーのメーカーさんのシダをつつさんよろしくお願いします。皆さん見てください。よろしくお願いします。こんにちは、つつでございます。今回はワクチンコンポ、これですね。前にですね、青木さんと対決動画があったと思います。この辺出てると思います。この対決動画で、モーニング娘。エリポンこと生田絵里奈さんが使っていたドライバーを知らしたいと思います。こちらですね、これです。これはですね、このシャフトもちょっと緑なんですけど、ラクトビグッズ、こういうのを使ってます。これはちょっとヘッドアップしないようなタイプ、あとこれは脇締めですね、と、ボールの距離を測るこういうグッズ、これのワクチンコンポだ、こういうのを販売してます。今回は、練習グッズを使いながら、エリポンのドライバーを打ちたいと思います。よろしくお願いします。では早速試打してみたいと思います。ヘッドが 10.5、 シャフトがですね GR351、 硬さがいろいろあるんですけど、まずは R シャフトから打ってみたいと思います。ボールは新品のタイトリストを使いたいと思います。では早速打ってみたいと思います。ちなみに生田さん仕様のモデルはですね、これ実はここにサイン付きの写真がありまして、 10.5 なんで、ヘッドはこのモデルですね。このモデルを生田さんは使ってます。この緑色のシャフトと、ロフトは彼女は 10.5 って書いてあるんですね。ちょっと大切なものなんです、袋から出せませんけど、SR ぐらいがいいかもしれない。あ、ミートリーズ 1.5 超えました。ヘッド特性でいうと、はい、ちょっと浅重心になっているので、はい、全体的にこうボールが少し強いというか、さっきのよりもこうもうちょっと長い、高さというよりは、高さと捕まるよりは、はい、こうボールが前に行く力が、はいはい、多分メインで作られているんじゃないかな。結構僕はヘッド見るときは、はい、こうやってこう重心角を見るんですね、はいはい、これってこう皆さんこう捕まえの目安って感じてる方は多いんですけど、はい、僕が見る場合は、はい、この重心角を見ると、まあ、大体この辺に重心の深さが来てるなと、はい、この深さを見る目安で使ってます、はい、ここを見るとどちらかというとこう今時のモデルよりはちょっとあえて 浅めにしてあるので、おそらくちょっとこうボールを前に行かせる力の方が強いんじゃないかな。弾きがいいっすね、これ。音が気持ちいい。これは R ですけど、すごく。シャフトのこの、しなりエネルギーっていうか、すごく遠くでこう感じるんで、あんまり自分で激しく振らない方がいいのかな。これやっぱり安全の感覚が分かるかもしれないですね。おお、練習グッズはその今の頭のはまずどんな、頭のはですね、効果ありますか。やっぱりその自分の顔の向きが整ってくると、やっぱり顔の近くにいる首と肩の向きっていうのは急激に
肩が浮いちゃったりとかっていうのはないので、割とこう上半身、まあ、胸から上ですよね。ここの、その、まあ、クラブの軌道と直接関係する腕の向き、腕の付け根の向きとか首の向きが保ちやすいです。それも女性とか初心者にもおすすめの、これはそうですね、初心者の方とか、例えば、まあ、レッスンで僕らもその頭を残しなさいみたいなことってよくまあ言われると思うんですけど、あのそもそも向こう向いて打っちゃう方って意識して向こう向いてるわけじゃないと思うんですよ、はいはい、クラブを振った勢いなんとなく抜かされちゃうっていうか、無意識にやってる動作なんで、それを打ちながらこう教えてくれるっていうのはすごいいいことだと思います。その残してるのは、はい、その角度でいうとその器具を使う方のアドバイスとして、はい、このフォローはどの辺まで我慢しておけばいいですか。そうですね、これで言うと使った時の使い方として、あ、僕はちょっとこう、はい、僕ももともとスライスばっかり打ってたタイプの人間なんですけど、はいはい、まあ、ありがちなのは、はい、構えたというか、なんとなくこうボールの先を見すぎて、知らないうちにこの位置がボール前に行っちゃう、はいはいはい、こういう感じになりやすいんですよね。これって自分の中ではすごくこれがまっすぐ見えてるんで、残ってる感じはしやすいんですけど、現実では多分そちらから見るとだいぶ顔が向いちゃってると思います。なのでイメージとしてはちょっと僕の場合は大げさなんですけど、少しボールよりも右に置いた状態、この状態から始めていって、どこまで？そこまで？ボールが消えるところまで。消えたって感じた後は、一緒に向いていけば、わかりやすい。いいと思います。はい、わかります。はい。じゃあ脇のやつ。すいません、名前がわかるので。これもラクトビグーツなんですけど、このパッドはですね、結構締め方が、頭外してもらったら、あんまり奥の方で挟みすぎちゃうと腕が前に出なくなっちゃうんで、ちょっと前の方、胸の前寄りのところでこう前後で挟むような感じ。あとはないものと思って気にせずにちょっと打ってみる、落ちてもいいつもりで。先生、これすごいです。これすごい分かりますね。やっぱこう頭のブレが決まった感じしますか。すごい分かりやすいです。僕はどっちかっていうとこう左右にずれるっていうよりは、はいはい、こうちょっと前後に動きすぎちゃうタイプなんで、どっちの公共性にもなると。そうですね、うちみち揺れちゃうと分かるんですけど、多分最初はバックスイングでこう揺れてる感じがすると思うんで、それに使っていただくと面白いと思います。お願いします。気になります。ちょっと一個いいですか。はい、そうです。それ全部を全部同時に全部を同時にやるものなんですか。全部で同時にやりますね。これちょっと持っていいですか。ちょっと待ってね。ツッさん。はい。もうダメじゃないですか。もう何でしょう。すみません、一個聞きたいんですけど、はい、今日は、はい、ワクチンのクラブを使って、はい、スイングもちょっと矯正しながら、はい、クラブも打つと。クラブの多分なんですけど、はい、これを見ている人たちは、はい、クラブの、はい、効果が効きたいのかなと思うんですけど、今ちょっとこいつに必死で球筋とかなんかシャフトのことが考えられない。どっちからいきます。